鳥居安里八幡宮は、沖縄県那覇市阿里にある神社。琉球八社の一つで、明治の近代社格制度では無格者。八社の中で、唯一の八幡宮で、王神天皇、神宮皇后、玉り姫命の地を祀る。他の七社はすべて、熊野権現を祀っている。後期52年に成立した、琉球国由来期間11密文書寺演技の、八幡大菩薩。 の段にある、感情由来では、当社の会期を天順年間であるとし、その創始について、次のような伝承を記している。第六代琉球国王久の利用の身を、兵を使わして、機械刀を討伐することとした。機械刀は小島であったが、固く守って王に従わないためである。この時、村の老人が、王が、じきじきにお出向きになれば、有利になること疑いありません。 なぜなら猟犬は後ろに人があってこそ進みますが、兵も同じだからですと想像していった。この話を聞いた王は戦機を上げ出陣した。出陣の角で、城のふもとに、水鳥がいた。王は矢を継がえ、今我が軍が有利であるならば、この鳥を速やかに言い落とせと誓って言うと、一本の矢を、地に立て、一本の矢を放った。矢は鳥を射止めたので、王は砲を上げ出港した。 機械島へ向かう回路を進むと、今度は、小金が、海面に浮いてきた。船人たちがこれを得ようと欲すると遠ざかるが、船の傍らより離れることはなかった。また王が、この戦に利があるなら霊を我が手に入るべし。帰国の後は、八万大菩薩を崇めるべしと誓って、右手を出すと、金は、簡単に手に入った。王は歓喜して腰を作って、 魚座船に誕生し、祭祀を行った。王は本海を遂げて帰国すると、矢を建てた場所に霊舎を建て、浮き章と神通矢を衰弱として、八万大菩薩と合詞報じた。この、琉球国由来期の創建伝承の最後には、神闘記に未愉と記されているが、慶安元年に初版が開版された、琉球神闘期間第五の八万大菩薩ごとでは、これが、 第五代琉球国王、正安久大宮の出来事であるとしている。当社は、新言州八光寺の一つである新徳寺に、平地の神社として、感謝のせいにより、琉球発社とされた。感謝へは、王府から、神職の薬法並びに永前費が支給されたが、当社へは、神職としてハフリベ、羽振りべ、内氏、宮堂が置かれた。またハフリベ、羽振りべ、内氏が、 神楽の際に着用する服装はすべて王府の自社座から支給を受けた。明治時代に入り、琉球処分により、琉球王国が廃され、沖縄県が置かれると、当社は近代社格制度により、無格者とされた。琉球宗教史の研究によれば、沖縄県行政府では当社を尊者に列することを立案したが、経済的な理由から、 損者列格ができず、また社殿その他の設備においても不備な点が多々あって、損者列格が事実上不可能であることから、とりあえず無格者として残地し、おいおいじ拡張整備して損者に引き直す根気を充実するよう努めることになったとしている。さらに、琉球宗教史の研究によれば、当時地元の民衆と信仰的に直接結合していたのは、 御嶽廃所であり、無角者となり、日本政府の経済的保障がなかった当社は、その後経済的にも、信仰的にも見るに耐えない無残な状態を呈することとなり、昭和14年度に沖縄県振興事業に取り上げられた時には、明治末頃まで微礼な姿を止めていた廃殿は、東海消滅して礎石のみが残り、本殿は普及破損が甚だしくて東方に、 傾斜したのを4から5本の支柱で支えている有様で、その支柱も白あの被害が甚大であり、屋根は、数箇所は、長年の暴風雨で破壊されて参拝者の生命に危険を及ぼす恐れがある状態となっていた。その後、昭和19年10月に、沖縄戦で被災前哨し、戦後に再建されたのが、現在の社殿である。神社が位置する高地は、 沖縄戦の激戦である、シュガーローフの戦いの戦場だった。ありがとうございます。